来訪シリーズとは、その字のごとく一度お邪魔したことのあるお店に再度訪れるシリーズである。二度三度と訪れることで、そのお店のさらなる魅力を発見できるはずだ。ここは大曲にあるとあるお店。煮干しのいい香りが印象的なお店だ。部長、まだ来たぞ。もう11月も終盤ですね。皆さん、スタッドレスタイヤの交換はお済みでしょうか。いつ降るかわからない時期ではありますが、なんか例年よりは暖かくて不思議な感じがします。今シーズンも昨シーズン並みに降るのかな。いずれにしても準備だけは万全にしておきたいものですね。ここに来たらこれを食べようってラーメンは決めてきました。初めて訪問するお店は現地で選ぶことが多いんですが、再訪になると少なくとも前回紹介したものではないラーメンを紹介するのが鉄則ですね。お店の奥はこんな感じ。基本的にカウンターがメインです。ラーメン研究家は相変わらず勉強熱心ですね。券売機が研究対象でしょうか。食用アマガエル。水はセルフサービスです。ニンニクなどもありました。実は私、暑がりなんですよ。女房は寒がりで、見ての通り着てるものが違いすぎますね。ラーメンを食べるときは少し薄着くらいがちょうどいいです。感覚的には冬キャンプで外で食べる熱々の鍋です。寒いところで温かいものを食べるってありがたみが増すというか、何倍もうまく感じるってありますよね。綺麗なスープですね。とってもいい香りです。こちらが背脂ですね。これはなかなかインパクトありますね。パンチもありそうです。脂身がうまそうなチャーシューが3枚入っています。細いタイプの麺は最近よく見かけますね。歯ごたえが良くていいんですよね。麺は独特の長極太麺です。かなり食べ応えがありそうなディープインパクトな極太麺です。うまい。喉越しがたまらない。これが食べたかったんだよな。チャーシューも食べてみよう。うめうめ。ホワイトペッパーをかけます。うめそう。こでられね。見てください、この背脂を。あっさりとしたスープと混ぜて食べると最高にうまいんだ。裁縫シリーズ、今日は大仙市にある実家製麺佐藤さんにやってきました。姉妹店の麺屋寿与平さんには日頃から大変お世話になっております。先だって寿与平さんの冷凍お土産麺を始めていただきました。これがめちゃめちゃ美味しくてもう最高なんです。アマガエル一家が大絶賛する麺屋寿与平さんの冷凍お土産ラーメン、ぜひお試しください。間違いないうまさです。自家製麺佐藤さんのこの麺が好きなんですよ。このパツパツした弾力がある自家製麺、この麺が最高に大好きなんです。食用アマガエル。ラーメンにホワイトペッパーって最高だと思います。
私はブラックペッパー苦手なんで、ホワイトペッパーが置いてあるとテンション上がっちゃうんですよね。続々とお客さんが入ってきました。一生懸命ラーメンの話をしているようです。私と共通の趣味なんだろうなって心の中で思いました。これだけは言えるんですが、私の方が食いしん坊なんだぞ。このチャーシュー最高じゃないですか。たまんねえ。はい、どうぞ。こちらの麺もなかなか個性的でインパクトある麺ですね。この辺りでこんな感じの麺を提供しているところがあるでしょうか。なかなか珍しいと思います。スープは思っていたよりあっさりですが、背脂と一緒に食べるとなかなかパンチがあります。私はやっぱりこちらの方が好みですね。だって自分で注文したラーメンなんですもん。麺もスープもとにかく好きなんです。当然のことながら麺も具もすべて食べちゃいましたよ。ああ、美味しかった。ごちそうさまでした。自家製麺佐藤さんの営業時間はご覧の通りです。年中無休です。約1年ぶりの再訪となりました。再訪ステッカーどこかに貼っていただけたら嬉しいです。自家製麺佐藤さんは当チャンネルの殿堂入りとさせていただきます。また突然お邪魔すると思いますが、その時はまたよろしくお願いします。食用アマガエルの初期のクラシックステッカーが再販されました。メルカリトラグマで販売中です。食用アマガエルで検索を。